桜晴れといたしまして、桜を見るとどこかやはり心が晴れる、晴れやかになるような、そんな気持ちにさせてくれる花でございます。そんな花をですね、精一杯、咲き誇るそんな桜のように僕らも精一杯今この瞬間を踊りたいなと、皆さんと大切な時間を共に過ごしたいという思いから、タイトルを春を感じると書きまして、瞬間と言います。今この瞬間精一杯咲き誇りたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。参ります。それではの皆さんでした。
がとうございました。